真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい、先生。手ほどきするは学ぶこと。故に今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。防げ、ヒロキ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀に囚われることはあるまい。今日はここまでだ。明日は。三十郎様、三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは、気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。町場の方へ向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は父の自慢の弟子でございます。今のは三十郎様かい。ああ、そうだな。あんなに急いで。お弟子様は後を追って、あんなに急いで。お弟子様、お師匠様、歌われましたぞ。何年言ったらわかるんだい。これは売り物じゃねえ。是が非でも譲ってくれ。よし、相払う。
ヒロキ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。サバ、アサリ、鈴木、この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい、溝にはまってしまいまして。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も間違いねえ。僕が森の早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、ヌスットどもが。ヒロキ殿、お急ぎよ。お許しくだされ、何も取ってはおりません。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。おめえさんなら、黄泉の国まで。けどけ、足の番じゃ。勝負事は相手よりも市販の方が勝つものが正義。今日はついてねえな。ここは一番だ。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありませぬ。お急ぎよ。急ぎだ、逃げろ逃げろ。それがゆえに父上はあれほど急いで拙者から離れませぬよ。先生を見つけねば。いけません。危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ。この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者は、拙者はヒロキ殿、お行きくだされ。案ずることはございません。小僧、いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。
この向こう水なもののふは誰だ。聞け手玉の拙者は侍じゃ。ああそうかい。先生から鹿と手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け愚かなわっぱが。役立たずのクズ野郎が。未定でございます。まだ幼きわっぱでございます。こいつの命など何の価値も。そこまでだ。最後じゃ。お逃げくだされ。あなた様は守り神様の化身か何かでございますか。かたじけない。ひろき様、三十郎様をお探しなら戦国この前を駆け抜けていきなされました。誰もおらん。行くぞ。酒を飲みながら命乞い。死ぬ。やつらが退いておる。これは先生の行いか。ここにおとどまりを。されど先生は。ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の助太刀をすれば。刀か。年派もいかぬ小僧の手に我が折々幼し。我が我が父を討ち取りし時よりも。参れ。刀さばきを見せてみよう。哀れな。何もできぬな。わっぱを切ろうとは武士の風上にも置けぬ。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ俗名。恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじい。困りました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしませぬ。
妖術使いのごとし武将。まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも。明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は、山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには、血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば、川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず、上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは、我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくだされ。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきよった。わしの家の者はお悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様、先生の名を汚すようなことはしません。上川村の者どもでございます。奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿、いざ参る。集い場じゃ。森光殿や他の者が生きておるならあそこにおるはずじゃ。やっと現れおったが、皆待っておったぞ。俺が大将か、もしくはただの手下に過ぎぬか。我が君の名のもとに命を殺めることは誉れ高きこと。お前の次は一家、親しき者ども、皆殺しで。なぜあがく、お前はもう何人も救うことはできぬ。己をここで討ち取れば案ずることはない。己のような輩には情け無用。わしにとどめを刺すことよりも案ずべき大事があろう。何が言いたいのじゃ。お前がこうしておるうちに、我が君はすでにお前の村に入っておる。お前が慕う者ども、今や守ることもできまい。父上は黄泉への途に疲れました。村は導く者を求めています。
愛子殿がなるべきです。愛子殿は強く、村人も敬っております。天涯孤独となってしまいましたが、皆のために誠心誠意努める覚悟でございます。お一人ではありませぬ。先生にお誓いしたように、私があなた様をお守りするとお誓い申し上げます。守っていただくよりも、ただそばにいてくだされ、それが私の願いでございます。かしこまりました。ようなことが負うたことがあるの。この手でその傷を負わせ、己が生き絶えたのを見届けたはずじゃ。この村は我を墓に留め置きたくないようだの。あの女が最後まで呼んでおったのはお前の中。我がその苦しみを終わらせてやるまでな。調和を生み出したお前など取るに足らぬ。戯れはもうよい。黄泉へ行け。愛子。案ずることはございません。傷は不幸ございますが、私がついております。賊どもは逃げました。大事はございません。ひとまずは皆が待っておりますので、まだまだすべきことがございます。愛子、そなたなしには皆何もできぬ。拙者もしかり。私もでございます。我々はどちらかが欠けてもいけませぬ。愛子、生きておったか。愛子、待て。刀を抜くなかれ。拙者も武士道を志す者。ほらを引くな。お前は罪なき者どもの血を浴びておる。拙者が多くの者を黄泉に送ったは事実。されど罪なき者は一人もおらぬ。頼む、今誰も死ぬことはない。拙者は皆が村で斬られるのを見た。それでもお主は和平を口にするか。誇りなき化け物め。
この者どもは拙者を村を荒らした悪党どもと思い違えておる。拙者が相手した輩であろう。拙者の言い分は聞いてもらえぬだろうが、お主を傷つけるつもりは毛頭ござらん。一度は図られた身、二度はない賊よ。頼む。拙者もお主と同様に嘆いておる。敵は同じである。共に力を合わせようぞ。化け物、貴様は全てを奪った。拙者のうち同志誇りまでも。お主は思い違えて。今よく分かった。貴様の死のみが拙者の思いに幕を引く。この湖は泳ぐには深く冷たい。荒神のようにおろそかな言い方であるが、こと足りよう。殿、されどお主が斬られたのを上川村で見たはず。そなたが生きておると知っておれば。お主、我らを見捨てよって我らを朽ち果てさせたのじゃ。拙者はまやかされたのじゃ。多くの者が亡くなった。お主が名誉ばかりを欲したからじゃ。そうではない。拙者は奴を止めようと。お主は誓いを破ったのじゃ。森光殿、一体何が起きたのじゃ。この汚れた血はお主に何をしたというのじゃ。頼む、戻ってくれ。アイコ、待て。待つのじゃ。アイコ、待て。何をしたのじゃ。どうか許しておくれ。ご自分を責めることなどございませぬ。あなた様は静寂をお持ちくださいました。私はそれまではおののくことしかできずにおりました。私は黄泉の者となり申した。しかと受け入れたのです。拙者は遅すぎたのじゃ。そなたをあのような鬼の手にかけさせてしまおうとは。されど拙者もここにおる。そなたのそばで静寂と共に
私もそうしていたく存じます。されど叶いませぬ。今しばし、あの人殺しは今も生きております。カゲロウを止めなければさらなる命が奪われることでしょう。黄泉の深みがあなた様を呼んでおられます。そこで斧が道をお選びくだされ。黄泉より舞い戻ることはできうるのか。あなた様の命運は定まっておりませぬ。されど私の道は断たれました。カゲロウが生きておる限り、罪のない者どもが命を落とし続けるであろう。我が命が尽き果てようとも守ると誓いを立てたのじゃ。アイコ、許してくれ。父上の教えは少々過ぎたようでございます。そなたにもう一度会うことは叶うか。一度だけ、もしくは永遠に。ここが黄泉か。死者の地、闇の世。どこへ行く小僧。己の顔は覚えておる。賊よ、拙者が最初に斬ったものだ。これで拙者をおののかせたつもりならば、そうではないと知れ。何故拙者は神川村へ向かったのだ。何故愛子のそばにとどまらなかったのだ。固く誓いを立てておきながら。はっ、貴様はひどきである。拙者を存じておるのか。精霊よ、貴様がしてきたことは我らすべて心得ておる。拙者は計られたのじゃ。見通す術などなかった。そう己に言い聞かせるのか。多くの魂があまりにも早く流されてきた。貴様のせいでな。貴様はいかにしてこれを償うつもりか。己が死ごとき、拙者の誓いは消えぬ。必ずや戻り、残った者たちを守るのだ。貴様は非力であった。今もそれは変わらぬ。死ね。拙者がとどまり皆を守っておれば、核のごときことにはならずに済んだものを。太古がこのすさんだ地に来ることもなかった。命刑事。お前は妻を死なせた。お前は皆を死なせた。わしとただ戯れるためにね。またもお前か、飼い犬が。嘘偽りばかり申す者。お前を撃ったことに悔いはない。この鬼め、ここでは皆お前の鬼だ小僧。命乞いするには少々。
死してなお愚直に義を通すか。奴らを見捨ておって見殺しにしおったな。拙者は図られたのです。もし心得ておれば。恥を知れ。愛子は、愛子はどこだ。先生、お許しくださいませ。愛子もこの地に不覚にもお守りできず。お主を責めるつもりはない。されど死をもって己が義から解かれるものではない。悪しき陰謀は数えきれぬ者の命を奪い続けるであろう。戻る道を見つけまする。皆をあのような輩から守らねば。たとえ我が命が尽き果てようとも。お主はいつの日も優れた弟子であった。愛子は我らを許すであろうか。そう願うほかない。行くがよい。最後の試練が待ち構えていよう。この汚らわしき地の深みへ。ここで我は己を知るのじゃ。指導というは死ぬことと見つけたり。我がこの地におるのはそれゆえか。黄泉の幻は見飽きた。黄泉こそお主の幻に飽きておる。真の姿を受け止めねばならぬ。お前は黄泉で死んでいる。我はあのようなものではない。ならば我らは何じゃ。ヒロキ、何者なのじゃ。我らは別れ欠けておる。それゆえに我らはあの輩に二度も敗れたのじゃ。
我らはカゲロウにとって驚くべきものではなかった。愛がお主を縛り、義がお主を縛り、憎悪がお主を縛る。一つ一つが相反する者同士、和を保つには未だ叶わぬ思いを遂げる。まことにお主を導く者を知ることじゃ。たとえ我が命が尽き果てようとも、拙者には義しかござらん。許せ、舞子。安らかに。誓いは破りませぬ、先生。皆が拙者を必要としております。黄泉より放たれしと聞きたい。我は我らのため行け。続けておる。旅に出ておったようだな。新たな決意に満ちておる。何を学んだつもりか知らぬが、足りぬわ。ただわしはお前をまた撃つだけのこと。我はこの地下、己のような輩が消えるまで戦い続ける。我のように優れた者は他におらぬ。俺にはもう誰の命も奪わせぬ。それがお前の黄泉の深みでの決断か。さぞ苦しんだであろう。己を責めながら我はためらいなどせぬ。ただ奪ったのだ。忘れ去られるは自然の道理。我にはそのような逃げ道はない。我は誓いを立てたのじゃ。たとえこの命が尽きようとも。我は偉大なる男だ。我はそうなるために生まれたのだ。闇に葬られし望み、務めを怠るなかれ。今こそ皆お主を頼りにしておる。手放さぬ限り救える命があるのだ。た
とえその命が朽ちようとも皆を守ると誓うのだ。息を満たし気を抜くでない。先を見抜くのじゃ。Damn.